猫って喜ぶときに喉ゴロゴロするやん、プル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 って。ほんでから、あ、ゴロゴロしよるって思って、あー、かわいいなーって言ったら、ピシャーって言って怒ってくる。すぐこの猫、焼き嫌いやで、この猫。まあ、今日はアレちゃんがなんか親戚の葬式っていうことで急になんかピロシキーズの撮影ができんくなったから、もうしゃーなし、私はあのマネージャーの家に来て撮ってるわけでございます。そうでございます。明太子って好感度高いねん。そうなの？明太子って高いの？いや、あのな、ロシイクラってロシア語やね、知ってる？イクラって、ロシア語でイクラはいくらとかロシア語やね、ロシア語のイクラを日本に持ってきたね。キャビアとかもロシアではチョルナヤイクラって言って黒イクラ、魚卵のことイクラって言うねんけど、明太はロシアでも明太やね。明太なんだ。だから明太を与える代わりにロシアに、でロシアからイクラはいただいた。これそうそう、ギブアンドテイク、勝手に私はそうしてるから。だからこれもすごい、あとエッチでしょ、明太エッチなのよ、ヒントが。そうだから、これを食べながらいただきます。毛がボーボーよっからセックス、あそこはマックス、ビッチャーひどい。あ、ちょっとピリッとくるな、ちょっとピリッとくるわ。トークテーマはロシア人 YouTuber 増えすぎ問題。増えすぎ問題、なんでこんな急に増えたと思う？儲かるんちゃう？儲かるんちゃう？やっぱり、まあもともとアジアとかね、とあまり私たちのチャンネルとは絡みないけど、トリちゃんまああの辺がもともと YouTube、ロシア人 YouTuber をやってたねんけど、なんか知らんけどピロシキーズが出てきて、まあその他もおるんやろうけど、まあある程度あの10万人超えたりとかして、みんななんかちょっとずつ違うねんけど、まあ日本大好きとか言うわけよ。気持ちいいや、見てて。日本人からしたら嬉しいし、嬉しいし、美人がいっぱい出てる。そうそう、で、まあ、超やっかんなんやん。私たち側からしてちょろい、明太子が好きとか言いながら食べてさ、美味しいよね。ちょっとあれでしょ、ちょっと下の方持つんでしょ。あ、そうそう、わざと私よう知ってるな。あの日本大好き的な外国人である時はこう下の方持って難しくそうにこうやって食べる。やらしい。こうやって頑張って頑張って可愛く見えるわ。そうやろ、まだ慣れてないだなみたいな感じで見える。この間アスマさん来たやん。アスマさん、アスマさん来た。あのお母さん、アレちゃんのお母さんでご飯食べに行ったね、スープカレーが見に行って、でまあお母さんがピロシキーズ、私もいつも全部チェックしてコメントも全部見て、なんか送ってくるね、アレちゃんにこういうコメントあったでとか、こういうのがあったで、いやお母さん私も見てるから分かるから、いやでも見てこんなん書いてるわみたいな、いいやつも悪いやつも、そうめっちゃ送ってくはるねんけど、でブラスはもう本当にすごくね、あのいろいろ上手にやって、私すごくブラスとアレクサンドラ一緒、アサーシャが一緒になったのすごく嬉しい、本当喜んでる、嬉しい、本当、いや面白い面白い、でも「マッコ言うダメね」でも「マッコ言う」それはやめた方がいい、マッコ言うのだけはやめろと、やっぱ親からしたらちょっとそう、そこは伏せてほしいなって思ってるかも。そうもしかしたらお母さん思ってるかもね、自分で。他のロシア人 YouTuber は下ネタ言ってないもんね。言ってないね、関西弁も話す感じもないね。ないね、あんまり。でもみんな内容はかぶってるのかな、ちょっとずつかぶっちゃうもんね。でもどうしても、だから、あれよ、あれ、私が日本が好きな理由とかさ、私がびっくりした日本の素晴らしいところとか、あとなんか私が好きな日本の食べ物、でまあみんなな、ロシアの YouTuber からしたらちょっとひね、やっぱ寿司とか言ったらおもんないやん、ありきたりで味噌汁って言ってもなんか普通というか、俺からしたらカワハギの肝や、カワハギの肝大好き。渋いな。カワハギってな、なんか寄生虫湧くから肝って、肝に寄生虫湧くからあんま出せへんねん。
なるほどね。出すとしてもぐちぐちにして、うん、ぐちぐちにして出すっていうのが多いんだけど、うん、やっぱ固形でなめちゃくちゃ自信のある店は、うん、固形で出すね肝を。だいたいカワハギの肝固形で出た店はもう他も全部美味しい。熱、うん、かヒレか、あ最高やん。お酒持ったらよかったね。お酒大好きも熱かうまそうやな。でも日本酒大好きっていうのも嫌やねん普通やん。何あじゃあお酒な好きなお酒なんですかって言われたらなんて言う？ヒレか熱か。熱か熱かヒレか。渋いでもワインも好きやで。あワインね。だってそんなん正直に言うやん。こっちもワイン好きってしゃあないワイン好きやもん六回とか行ってほしいんやろどうせ六回とか好きちゃう。みんな好感度を狙ってるってことか。そうだから俺はもうなんかそろそろ、うん、もうなんか、うん、好感度狙いじゃなくて、うん、みんなガチベースで行こうよって、うん、俺はもうねちょっと見てて、うん、全部見てて、いや俺はなんか危惧してる、うん、このままもうロシア人が、うん、今はすごい絶好調なのよ、みんな、うん、あの日本大好きとか言ってそれがインプレッションされてやるけど、うん、みんななそろそろ飽きてくんねん、テレビと一緒や、うんうん、日本もだんだん減ってきたよ、あの外国人に日本のすごいもん見せて、うん、なんかすごいって言わす番組もだんだん減ってきた、まだあるけど、うん、すごい減ってきたと思う。ああいう番組もね、なんか元々はテレビって若い子が見てたから、うんうん、あの外国人タレントも、うん、最初の頃はね、うん、一番最初はまあ外国人っていうあの、うん、大阪万博付近ね、うん、外国人っていうもの自体がレアやったから、うん、外国人が出てきて、うん、で日本語で話す外国人っていうだけで、うん、面白い、なんやこれみたいな、なんかサーカスのピエロでも見るような感覚で見れて、でその後あの日本語が下手だけど、うん、なんかこう頑張って話して間違ってて面白いみたいな、まあ、ちょっと外国人も、うん、日本がすっごい成長してめっちゃ金があるからちょっとこう周りをこう見下すじゃないけど、うん、見下す余裕が出てきて、うん、日本語が下手な外国人ちょっと笑ったりとかするような、まあ、ボビーオロゴンとか、うんね、その前だと、まあ、あのアグネスちゃんとか、ね、はい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 、あのちょっと買ったことかわいい、セマズルばっか作ってる女ねそうでなんかちょいちょい悪口で好きやなアグネスちゃん天神だからって来たことこれ知ってる知ってる天神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 かわいいねって子供が出てくるやつよね、そう天神だからって来たことそうすごいでそういうのが出てきて、うん、でだんだん、うん、まあ、テレビを見てる若者がね、うん、若者が面白い外国人っていうのはどんな外国人かっていうと、うん、若者は基本的にまあなんかいろいろ今の現状に文句を言いたいやん、うん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 、これもう年寄りが作ったこの文化が、ね、おかしいぞっていうのを言いたいねんけど、それを外国人が言ってくれる外国のが楽しかった人たちがいるの。若い子って結構外国人に物申してもらう外国人が好き、うんうん、そうだね、うん、そう若い子たちからしたら日本に対してなんか物申してたとしてもそれって自分じゃなくて、うんうん、これまでの世代の人たちに物申して、うん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 、そうだそうだって一緒に言える感じやから、うんうん、だからそこで人気になったのはここが変だよ日本人、日本人、うん、ここ、すごい人気だったね、すごい人気だった、うん、あの頃はテレビやっぱ若い子が見て、うん、でだんだんと、うん、まあ年寄りばっかり見るようになったら YouTube とか出てきて、うんね、時代もちょっと流れて、そうそうそう、うん、ってなったらやっぱお年寄りは逆に、うん、もうすぐ死ぬから、うん、あ私日本に、うん、で生活をして、うんまあ、もうすぐ死ぬから今からどっか行くわけにもいかへんし、うん、日本でこれまで生きてきた私の人生って正しかった、うん、素敵やったなって思って死にたいから、うんね、やっぱ褒められるのがだんだん嬉しくなってきて、うん、それもあって、うん、なんかやっぱ視聴率的にやっぱり、うん、物申す外国人よりも、うん、あの大好きとか言ってる外国人がやっぱ受けるようになってきたね。だからそればっかりになる、でまあ、今後どうなるかは知らんね、うん、テレビ今後どうなるか分かんないけど、でも YouTube もそう考えると褒めてるのかな今だから褒めてるのは年寄り向けやなと思う、うん、うーん、これからはいっ
ぱり移民が来たりとかするやん。それもタレント的な話よ、ね、移民を受け入れようみたいな、うん、移民というか何、あの労働者、外国人労働者を受け入れようみたいなのがあるから、うんうん、これからは外国人タレント大変やで。大変だよ。どう、若い子に対してもご機嫌取らんとあかん、うん、年寄りに対してもご機嫌取らんとあかん、かといって、うん、いろんな外国人来るやん、うん、外国人のご機嫌も取らんとあかんない、うん、難しいね。外国人が聞いて気持ちいいことも言わんとあかん、うん、難しい難しい。それってどういうキャラなんだろうな。どうだろう、一つじゃなんかできない、難しいんだよね、うん、だからどうやっていこうかなって、やっぱ物申すのもちょっとうざいなって感じにもなってくるやろうし、みんなに思ってほしいのは、うん、YouTube でね動画やってる子たちもそんなアホじゃないから、うんうん、みんな何が言ったら伸びて、何を言ったら伸びんくて、ちゃんと計算してる、計算で自分の視聴者層とかも全部 YouTube も見れるから、うんうんうん、結構みんな考えてやってるなっていうのすごい感じるから、うん、まあ騙されんなよと言いたいな騙されんなよ、そう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 。でもセックスせな分からへんないでしょ、なんかそうだね、めっちゃ好きって思ってた男とさ、うんうん、セックスした結果さ、うん、何こいつって感じだったで、うん、なんかそういうのあった、うん、よく全然チンコ立たへんやこいつとか思ったりしてもうこっちとしてはやで、やっぱこう脱がす時に、うん、プンってやった時に、うん、こう分かる、このプンってなってほしいねこれ分かる、これやべ、なんで脱がした段階でゾウさんやねんみたいななるほどね。まあ一つなんかいろいろ好きだよとかいろいろ言われるけど、やっぱり信用できひんよ、そんな言葉。言葉じゃね、言葉言ってみる。信用できるのはもう勃起だけ。勃起は嘘つかないからね。勃起はりょうさんも言ってた。勃起は嘘つかない。まあ、みんなもう一回ちゃんと言おう。せーの、勃起は嘘つかない。もう一回。勃起は嘘つかない、もう一回、勃起は嘘つかない、はい、本当のことは勃起だけが知っていますので